マリアーノ・ラガスカイ・セグーラは、スペインの植物学者、医師である。マドリード王立植物園の園長を務めた。サラゴサ近郊のエンシナコルバで裕福なカトリック教徒の家に生まれた。地元の小学校で学んだ後、タラゴナ学び、医学と植物学に興味を持ち、タラゴナで学んだ後、サラゴサやバレンシア、マドリードで医学を学んだ。1800年にマドリードに進み、有名な植物学者、カバニレスと知り合い弟子になった。ロドリゲスと共に協力し、1801年に共著でマドリード王立植物園の植物を発表した。1802年にはサイモンでロジャス・クレメンテ・ワイル・ビオアと共著で医学と植物学に関する書物を出版した。1807年にカバニレスが没すると、マドリード王立植物園の副園長に就任し、同時期にマドリード大学の植物学の教授を務めた。半島戦争の後、1815年に王立植物園の園長になり、名声を得るが、1823年に自由主義的な政治観のためにスペインを追われ、ロンドンで11年間亡命生活を送った。1834年にスペインに戻り、王立植物園の園長に復帰した。1839年にバルセロナで没した。ラグは植物の学名で命名者を示す場合にマリアーノ・ラガスカイ・セグーラを示すのに使われる。ありがとうございます。